男の敵は1935年の RKO によるドラマ映画。1922年のアイルランド独立戦争をプロットとしている。原作はリーアム・オフラハティの小説ザインフォーマー。ユダは後悔した。そして30枚の銀貨を捨てて死んだ。1922年、イギリス統治下のアイルランドダブリンのある夜。ジッポノーランはアイルランド独立を目指す。 組織の裁定に従わず、諸契約を拒んだため組織から炙り出され、金に困る生活を送っていた。そんな折、警察から指名手配されているフランキー・マクフィリップがジポの前に訪れる。そこで、ジポは、窮地の中であるフランキーに実家に戻るタイミングをアドバイスをするが、その直後に、ジポの恋人ケイティが、金に困った挙句金持ちを引っ掛けようとする姿を、 目の当たりにして、懸賞金20ポンドを目当てに、警察に、フランキーの居場所を売ってしまう。その結果、フランキーは、警察から逃亡しようとして射殺されてしまうのだった。一方、独立を目指す、組織の隊長、ダンギャラガーは、仲間を売った、この事件を、組織を壊す行為として、重く捉え、密告者を、その晩中に捕まえるように指示する。そして、 フランキーの親友であったジポも密告者を見つけるという条件で組織に復帰することになる。しかし、20ポンドを得て多くの貧しいダブリン市民に大金振る舞いするジポの姿を見て、組織の幹部バートレイラは徐々にジポへの疑いを深めていく。そして、その疑いはジポがケーティに最後の5ポンドを手渡した時には格好たるものになっていた。その結果、 一時から始まった組織の左門で、ジッポは、ついに自分が密告したことを告白してしまう。ダンの恋人メリー・マクフィリップによって、ジッポがその場で処刑されるのはひとまず避けられたが、すぐ間もなく処刑されるという直前になって、ジッポは、牢から脱出する。そして、彼が逃れ逃れに行き着いた先は、恋人、ケイティのところだった。彼が安心して間もなく眠ったのを見て、ケイティは、 ダンの元へ向かう。リーアム・オフラハティの同名小説の最初の映画化であり、本作のオリジナル版が1929年、イギリスでアルツール・ロビソン監督、ラルス・ハンソン・リアデ・プッティ主演で作られた密告である。内容は、活劇仕立てのスリラーであり、それほど名作というわけではなかった。ちなみにこの作品は日本でも公開された。ありがとうございます。